まあ必要な知識はもうすでに書いてます。で、全部の問題とかスペースもないためですね、まあ少しちょっとこういう形になりましたけれども、はい、まあ回と係数の関係を使った上で、まあ回の運用をしていこうぜ。まあこれ二次方程式の時にも書いたような文章なんですけれども、まあまあこれ3つにね役者がなるんで、まあ、3つの、ね、対称式の代表的な式変形を書いておいたわけですね。まあ2乗足す2乗足す2乗はまあ頑張ったらできるにせよ、3乗の方はガチガチで展開したらなかなかハードですから、まあ、認識しちゃんとしておいてほしいところですね。特にこのケツの 3xyz、まあ、これ結構抜けるんで、まあ、きっちり覚えておくように、はい、ちょっとそこは強調して書きました。でまあ、2乗足す2乗足す2乗は、まあ、その前の問題等できっちり求められるケースが多いですから、まあ、そのように書いておけばいいかなと思います。はい、だからまあちょうど書いてますから、ここのやつ突き出したらここに使ったらいいわけですね。はい、であとこれも2次方程式の解と係数の関係で解の運用問題で書いたけれども、まあタクティクスこっちは持ってるやつが多いんですけど、こっち持ってないやつが多いから、まあ代入したやつも書いとけと、まあ、いうのは、まあ、僕は常に言っておきたい内容の一つです。はい、じゃあ山口行こうか。このスタンバイのある解と係数の関係の部分を言ってみてください。3、はい、3な、3とマイナス3とマイム、じゃあ、みんなちゃん、マイナス、マイナス、はい、意味が分からんこと言ってみましょうね。はい、マイナス7、マイナス7、はい、そうの通りですね。はい、マイナス1分のマイナス3イコール3です。で、真ん中のやつは1分のマイナス2でイコールマイナス2ですね。で、まあ、一番下のやつはマイナス1分の7、まあ、ここで間違ったら試合前にね、負けていくようなもんですから、まあ、気をつけてくださいと、まあ、いうことになる。で、あと今回ちょっと付録で書いておいたわけだがっていうより、一応準備はしてください。使うか使わんか置いといて、はい、これ何したんやって言ったら、あの式にアルファ、ベータ、ガンマを代入したんですが、まあそれで次数下げに使うときにはこの一番次数高いやつをどけて置いておくことです。そしたら、まあ例えばちょっとこいつをモデルに考えていきますけれども、アスリン君これ2乗足す2乗足す2乗いくぞになった過去に生まれたつけると思うんで、13、13、10層になったそうですね。これちゃんとペットボトルに取れてください。10層、10層言うたら誰も分からんな。大阪の人ちゃうから。はい。さすが辰巳君。辰巳君は分かってもらえないところからですね。はい。で、俺の友達、お前どうすんだよ、10層って言ったら、お前んち風俗店ってあだ名をつけられるから、非常にかわいそうで、そういう場所なんですよ。はい。そういう夜のお店が非常に多いと思う。高堂さんもし彼氏ができてですね、重曹行ってくるって言ったら断固止めましょう。よろしくお願いします。はい、あんまりよろしくないということですね。地名です。郊外で重曹って呼ぶんです。そこで断固が美味しい、そういう有名さはあんまりないな。どっちかっつったら、どっちかっつったら NG イメージが強いですよ、僕は。うん、はい。でまあ計算してもらったら、まあこれどうなるかですね。まあこれ10、ちょっとカオスになっちゃいましたが、13引くマイナス2で15かけて45、ね、で21引いて24、当てる俺、辰巳君。24ですね。君は当てたかい？当てなかったか。それはまずいな。はい、というのも言ってたが、はい、これもし3乗のやり方忘れちゃっても保険かけとけっつう話だ。はい、3次の変形忘れるやつが多いんですよね。必殺次数下げ、行こう行こう。運動は大事、バンドはエイジ、77777みたいなやついませんでした。はい、いませんでした。山口君いました。はい、ジョイフルやったっけ。ジョイマンです。そう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 ですね。はい、はい、見てくださいね。ここの側だろ、3乗と付き合わなくてもいいんだよ。敵のディフィチビ力をちょっと下げちゃえば、そしたら2乗、2乗、2乗、1乗、1乗、1乗定数項の計算に化けるわけだ。だから、はい、3次式と付き合えない人はこれでも別にいいわけですから、まあ2乗の和はですね、さっき13になっていると、まあ、いう情報がありましたし、でまあ今回こいつはマイナス7と、まあ、いうふうになっているんで、
はい。で、引くトリプルセブンですから、まあ、計算していただいたら、あれめっちゃ小さいなって思った。どっかで俺ミスっているかもしれない。これ24か？ちょっと待って、うさんくさいな。ちょっと確認します。ちょっと待っててください、山口君。はい。はい。間違いを発見したら、すぐ私に報告をしてください。これをこっちにやったんで、これは間違いないですね。加藤さん、どっかを見つけたら言ってないな。過去2番の答えは、やっぱ13になってる？はい、13。じゃあ、俺が間違ってるのか。で、これ全部やるから、引く21、トリプルセーブ、引く35、34になってる。だから、あっ俺ひょっ、あるわ、おかしいな。あれ加藤さん、俺どこ悪い？顔が悪いとかやめてね。うん。はい。13で、こいつマイナス2やな。あり ?15、45、3×3xyz。アルファベータナンバーはこいつ。で、なんで引いてるかというと、こいつを移行したと。これ20は合ってるよな、じゃあ。はい。20が合ってる。じゃあ、こいつがおかしいの。あ、マイナスならちゃうわ。3円がいいか。3円。なんでマイナスなら出たの？てめえか！なんでお前らそんなシーンを聞いてるの？ごめんね。はい、ここ3でしたわ。はい、そしたら39、45、21、24ですね。次数下げて弱らしてあっさり倒してやろうとしたのにね、俺ここで見せてどうすんだバカだれっていう状況になりましたが、はい、わかるか。だからこれで解けなかったらこれでもいいですよ。一応置いておけば使えますから。はい、2乗まで落としたらなんとかなるんで、なりますからね。工事の式で困ったらこうやって次数下げて弱らせて倒そう。まあその意識は持つ。はい、3つ目、これはちょっと工夫がいる。気づいたやつは雑魚です。はい、アルファ足すベータ、ベータ足すガンマ、ガンマ足すアルファ、まあローテーションみたいな形になっている。まあこういうのもあります。最初のね、アルファ足すベータは3引くガンマ、同じことを常にやっていったらいいわけ。ベータ足すガンマは3引くアルファですね。でガンマ足すアルファは3引くベータとかける。まあこれ展開しなくてもこれでいいかと思います。したがってこれ展開したら27引く3倍のアルファ足すベータ足すガンマで、はい、でこれが3、ちょっと待ってよ、アルファベータガンマのシングルのやつはちょっと計算ミスが連続するとお前らの信用を失うんで、ちょっと慎重にいかないかな。はい、アルファベータベータガンマガンマアルファで、はい、引くアルファベータガンマと、まあ、いう形に直したらいいだ、辰巳君。はい、まああいつガチで展開したってそんなにシビアじゃないかもしれんが、それともアルファ事情ベータとか、まあ、いろいろ変なやつが出てきますから、まあこの1本目はこの方がいいですよね。でまあそうした時にアルファベータスベータ足すガンマが3、はい、でアルファベータベータガンマガンマアルファがマイナスで、こいつがマイナスと来ていますので、はい、7-6で1ですね。こいつ27がプラマイで消えるから一斉ので1ということでよろしいでしょうか。はい、まあ5番がね少々難しいかなと僕は思ったので、まあちょっと3番と5番だけピックアップさせていただきました。ご質問があればどうぞ。はい、山口くん。大丈夫です。大丈夫ですか。はじめくん。大丈夫です。べーくん。大丈夫です。父さん、かわいい。加藤さん、大丈夫。はい、じゃあとりあえずここは締めていこう。このセクションは問題なしそうだな。はい、はい。